本日もリュウちゃんの田舎暮らしをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はこちらの手前の方は参考のための RM 信頼は RM3032 30.5cc ですけど、奥の方がリュウちゃんの田舎暮らしのスペシャルバージョンですね。 30.5cc の30センチロングパイプです。まず回転とか、エンジンの高回転落ち具合とかを参考にしてみてください。本日もちょっとだけですけども頑張りますのでよろしくお願いいたします。うちのヤギベイさんがですね、一生懸命草刈りの加勢をしてするのはいいんですけど、あんまり進まんですね。待ってられないという感じですね。
Thank you.
本日もありがとうございました。本日使用いたしましたのがいつものテクニブレード 7mm ですね。このようにですね、ノコバの部分が黒い部分が見えてある程度擦れたなと思ったら、今度はひっくり返してこの新しいノコバの方を草を切る方向に出してあげればいいということですね。あまりこのように使いすぎると細くなって、こっちのノコバを使う前にツンツル点になるということですね。7ミリをですね、9センチ今日は出して使用しましたけど、まあ、1本がテクニブレード7ミリ1本が26センチです。それを半分に切って、電気工事屋さんが配線をつなぐやつですね、ガチガチガチパチッとして、あれに作り変えて、ホームセンターなどで売ってるですね、もう1000円も出せば、差し込み式のナイロンローターのローターが売ってます。あれをこれに付け替えればバッチリです。間違いないです。今日ののを見てもらえばですね、まああまり難しいことを言えばもうこんがらかっからですね、要するに回転が上がって作業中に減速する、その比率ですね、その比率が一振りで減速をする比率が 70% 下がるのか、ほとんど前回の状態に近い状態、90、80このあたりで一振りがさーっといくかですね。これは最高です。間違いありません。自信を持っていけるんじゃないかなと思ってやりましたけども、間違いないです。テクニブレード 7mm 今日は9センチですけど、今日の減速比率を考えるは
おそらくこの前の 28.1cc の背負い式が、11cm5mm、 2回目は 12cm でしましたけども、そんなに、減速比率が落ちていませんので、まあある程度長い草のズボというやつはぐーっときましたけども、今日のようやつは30センチのロングパイプで、9センチでほとんど減速比率が下がってないということですね。この全回転から落ちる比率ですね、減速比率がこんだけ落ちるか、減速比率が90、80、せめて70ぐらいまでで止まるかですね。このあたりのここの操作が難しいということです。一振りでぐーっとエンジンが下がってしまえば、マフラーも詰まる率が高くなるし、エンジンも行かれる理由、確率が高くなるということですね。ツーサイクルというのはもうほとんど全開で回せということじゃないですよ。草に応じて長さを調整してあげれば、先端のギアの比率を、減速比を、まあ 2. 点なんとかって、まあいろんなわけわからんこと言うてますけど、あれを変えてもこのなったら何もならんちゅうことですよ。この減速比がこのあたりで抑えられなければ、いくら前のギアを変えたとしても、中身を繰り替えたとしても何もならんちゅうことですよ。このあたりまで落ちてしまえばギアを変えた意味がないということですね。だからギアを変えた方々なんかもこの辺りでバンバン私のように切らないかんということですよね。無理なく、私の場合はもう全然無理なくこの辺りでバンバン切るということです。それも7ミリですよ。7ミリを使用して切るということです。だからまあわざわざ前の減速比がどうこうちわけんわからんことして組み替えてみたり、どっかののを持ってきてくっつけてみたり、そういうバカな必要はないっていうのが結論が出ました。なぜか7ミリローターから9センチ本日はしましたけども、あるいはまだ12センチでも間に合いますね。 30.5cc 30センチロングパイプ、高見さんという方から、あ、長くすれば減速するんじゃないかなという心配もありました。全然心配ありません。30センチに変えても、仮にこれを7ミリ、テクニブレード7ミリですね、まあこれズボトイですよ。この7ミリをローターから、高見さんの場合であれば、仮に、12センチですね、12センチ出しても、私の今日のようなこの減速比が、減速比率、減速する比率ですね、エンジンをかけて切り始めはここですね、全回切り始めたら 30%、70% 落ちたらいかんということです。このあたりで切らないかんということですね。ツーサイクルを使っても根本的に、ああまずいなというのは、エンジンをかけて切り始めたら、一振りの時に刈り始めた時にどのあたりまでそれが落ちるか、回転数が、減速比率がブーってくればエンジンは無料する、飼ってる本人はなおイライラするということですね。フル速度を少し遅めて、このあたりでエンジンがスースースーと回るようにせんないかんということですね。エンジンをかけてバーって一振り目でブーって起きて、ここでまた竿を返すときにブーって吹き上がって、ここでまた次に振るときにまたグーッと 70%、100%、30% あたりまで落ちて 70% の減速率という、これを繰り返していくとエンジンは持たんということですね。もうこのあたりでもブーッグーッという感じでいく人は、もうクラッチエンジンが、私なんかの使うエンジンよりももう寿命が 2,3 年は軽く、まあ私なんかはもうその10年使ってもなんともないですけどね、前のあのゼノアなんかはもう どんくらいかな、もう結構使ってますけども、一回キャブがなんか調子が悪いなって言うただけで、あとはなんもないです。皆さんはもう前のギアの部分を
私は原則費用どうこうって何かわけのわからんことをね、要はその人の使い方が悪いからですね。私なんかみたいに何もせんで30センチのロングパイプをつけて、原則費が原則比率下がらないということですね。ここを皆さんが一番大事なところですよね。7ミリを使ってあんだけの作業をするということは最高です。原則新品を買ってきて、原則費用があぐればどうこうとか何も関係ないですよ。 30.5cc の30センチロングパイプ何もいじってません。ただキャブレターの穴を上げて吸気率を良くしてあるだけで、7ミリバンバンいけますね。これだったらちょっとした今回の枝なんかもパタパタパタってきますからですね。減速比は関係ありません。7ミリをバンバン回しますから間違いないです。私の今日の作業をご覧いただければ、エンジンの回転数がバンバン落ちるのか、平均この辺りでさあ勝っているのか、ぐーっと落ちるのは私のヘマです。ぐっと傾きすぎて土の中に食い込んじゃうということですね。それでぐっと下がりますけども、あらこれいかんという感じでまた普通の刈り方に瞬時に戻すということですね。この刈り方をですね、作業の結論としては先のギアは関係ないですよ、あとは腕ですと、7ミリを回し切るか回し切らんか、そこですね。7ミリを回し切るか、減速比率がぐーっと落ちるのか、一振りでもぐーっと上がってまた竿を戻してまた上がって、もうこういうのはバカな機械の使い方はあまりしないようにしてくださいね。この辺りでスーッと機械がスムーズにスーッと行くように狩る方法を見つけてください。それが第一条件です。前のギアを組み替えて回すのか、他にギア比率のいいやつを持ってきて減速比をいいやつをば、ね、パッとつけてするのか、お金の無駄です。リオちゃんの田舎暮らしの本日のこれを試してもらえば答えが出てます、間違いありませんと言い切れるぐらいの性能であったということですね。減速比は関係ありません。何も今日のでも答えは 100% 出ましたね。自信を持って言えます。誰がどんな機械を持ってきても今の機械には勝てませんと言っていいぐらいです。7ミリを回し切りますから間違いありません。新ダイワの 30.5cc を買ってきて30センチですねロングパイプをつけてみやれば今日の答えが 100% 出ます。減速比率が落ちません。この辺りでバンバン枯れるということですのが今日の証明ですね。結構ススキっていうんですかね、あれも結構ズボッというのがあったですよ。わーってしたのがありましたけども、スースースーと当てればバンバン切れるしですね、その威力が一つはこれですね。それで新ダイワの 30.5cc の粘り馬力のある7ミリをバンバン回し切るパワーですね。何も減速比がどうこうとか歓迎帳暇はないです。これを使ってください。1000円握ってホームセンターに行けばいろんなのが並んでます。その中のなるべく強プラスチックの部分が強化されているやつですね。それから上のローターの上の方から差し込むんじゃなくて下の方から差し込むやつですね。下の方から差し込むやつを見つけてドリルで、まあ私の動画にも貼りますけど、穴を開けて7ミリが通る穴を開けてもらってこれを差し込んで、そっくりそのまま今ののを作ってもらえば 100% 自信を持って言えます。使った感じでその壊れるようなことはなかったですね。だから最終結論としては先端の部分のギアがどうのこうのというのは関係ありません。
新台湾の 30.5cc、 あれに30センチロングパイプなり15センチロングパイプなりを付け替えて踏ん張ってみやれば、今日の先ほども何度も言いますけども減速比がわざわざ落ちるどうのこうのとかなんとか、この辺りでバンバン行きます。今日の作業がそう物語っていると思います。結論としては最高です、間違いありません。今日なんかですね、良かったですね、最高ですね。最後に一つだけですね、ヒントがですね、耕運機のエンジンをかける、反対側にベルトを通してなんていうの、こんな大きいのが入っているわけですね。こんな大きいのが入ってベルトを通す部分のプーリーが入っているわけですね。ここの部分はなぜついているのかということですね。エンジンの小さい割には耕運機なんかの後ろのロータリーをバンバン回すということは、この動力が一つは絡んでいるということですね。大きいこのくらいのプーリーがついて、この後ろ側にこんな重りみたいなのですね、後ろのローター、エンジンの、馬力の小さいのをカバーしているということですね。例えばシャフトが長くなれば長くなるほど重りの役目を中のシャフトがするということだと思います。私はそのリュウちゃんの田舎暮らし風で、適当に言うておりますけども、耕運機の重りですね、プーリーのここについている重り、重りを草刈り機に置き換えてみれば、シャフトが長くなれば長くなるほどその動力の、シャフトの長い部分の動力がエンジンからのやつが伝わっていく。減速比率が落ちようとするんだけども、長さの部分のちょっとの重たさがカバーをするという、置き換えてみればそういう感じだと思います。パイプが15センチだからギリギリだな、これが30センチになればまたじーっと重みがくんで回転数がぐーっちこう落ちるんじゃないかな、なんもありません、逆です、長ければ長いほどぐっといくと思います。耕運機のプーリーを、シャフトに置き換えてください。短いのがいいのか、長くなれば長くなるほどちょっと重たいけども、その動力源が先っぽに伝わるということですね。以上はわけんわからんことを言いましたけども、うっすらうっすら考えてみてください。第一点はギアを、減速比がどうこう考えんでもいいですよということですね。2番目はノーマルのシャフトから15センチのシャフト、30センチのシャフトに変えた場合、だんだん馬力が落ちた後頃かい馬力が上がりますよ、間違いないです。3番目でいいのかな、耕運機のプーリーの後ろ側についてる大きな重りみたいなやつですね、あれを草刈り機のシャフトに置き換えてくださいということですね。そうするとプーリーがブーンブーッと重みで、反動中のか重み中のか、あれがグーッと回って耕運機の馬力の小さいやつを補うということですね。それをシャフトに置き換えれば、なんなら長なれば、その分のシャフトの重みが加わった姿勢ぐわーっていった地頃かいという安易な考えですけど、そういう感じじゃないかな、感じですよ、計算はしておりませんけど、専門の方は計算してみてください。あとは7ミリを回し切るか回し切らんか、一本出しがどうこうとか、私も前バカみたいなことして一本出しにパシャがブレてですね、ここはもう機械が行きやすいことになるなって、もうピンと起きてやめましたけども、7ミリを2本、多分今日の感じだと7ミリを2本12センチでもまだ余裕があると思います。今度試してみます、間違いありません。もう下がカッパカッパ、中がカッパカッパしてですね、ちょっと今言葉が言う回らんですけど、今日はちょっと興奮しそうですね、良かったです、最高ですね。ノーマルよりも15センチ、15センチよりも30センチ、
この内容は保証はないですよ。新品をだけこう何十万出して買ってきても単なる改造ですから、それをうっこありたがおうと持っていってもあなたはダメですよ、保証対象外ですよというふうになります。あとはメンテナンス次第で5年6年7年伸びると思います。まだ脱線しました。本日はリュウちゃんの田舎暮らしをご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回も何かいいのがあったらまた出して喋ってみたいと思います。本日はありがとうございました。また次回も頑張りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしければリュウちゃんの田舎暮らしチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。